しんちゃお、どうも覆面トレーナーです、今回は人狼体操第3弾こちらが公開されたんで、この中で出てくるトレーニングを、詳しく解説するというものを撮影していこうと思います。で、この人狼体操っていうのは、人狼ゲームっていう、まあ、カードゲームの中で使う動きをトレーニングにしてみたというものになってまして、まあ、俳優さんたちがね、その動きを使ってトレーニングをしている番組になっております。まだ見てない方はね、ぜひ概要欄の URL から、一度見てみてください。はい。で、僕はこの人狼体操の動きの監修として、入っているもので、なのでこのチャンネルでね、そのトレーニングの説明をしていきます。ぜひこちらの中でね、動きを覚えてからみんなと一緒にトレーニングをすると、よりね、人狼体操でやる動きが効率的に、なっていくと思いますので、ぜひ試してみてください。ということで、動きの説明をしていきます。はい、それではやっていきましょう。まず一つ目はカード配りの時、カードを隣の人に渡す動きで、背中を鍛えるというものになります。どういうものかというとですね、手をこう横に出す動きなんですが、肘をですね、脇腹にクッとつける。そしてこの肘がもう動かない、この状態で手がこう回ってくる、ここまで来ますね。これよりも後ろにやろうとすると、この背中のここですね、ここが効いてくるの分かりますかね。グッ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 、はい、多分ね、この辺がきつくなると思います。で、この位置に前から持ってくるということですね。グッ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 、はい、こんな感じになります。まあ、動きとしてはとにかく肘がグラグラしないように、ガチッとする、このまま手を持ってくる、はい、ここの反った状態の時に背中に効くというものになります。はい。それではちょっとね、10回やってみましょう。わからない方はとにかくここからのこの練習を、してみてください。これでわかればここに持ってくるわけです。はい。それでは10回いきましょう。ではセットです。グッ、いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。10回でも結構ちゃんとやるとね、効いてくるのが分かると思います。できる方はぜひね、10回20回と、やるようにしてみてください。これをね、まあ、左右やってるという感じです。はい。ということで、次の動きに行きましょう。はい。では次の動きなんですけれども、今度はですね、肩を鍛えていくものなんですが、投票の時にですね、指を上に上げる動きで、肩を鍛えていくというものになってます。で、これの重要なことはですね、まあ、動画でも説明してるんですが、肘がね、こうちっちゃくならない、ちゃんと肘を開くことで、このまま肩を意識したまま、必ず肩を意識して上に上げてくる。グッ、ここに固める。グッ、ここで固める。この感覚がすごく大事です。ただ手を上げるとね、効いてこないと思うので、必ず肘の角度、それから真上に上げること、肩を意識すること、これをね、意識してやってみてください。よし。ではこの位置からですね、こういう状態で肩を意識して上にグッと上げる。グッと上げる。グッと上げる。ギュッ、下げた時も肩力、グッ、ここでも力、グッグッ、はい、こんな感じになります。どうでしょう、肩周り熱くなってくるのが分かるかと思います。ではこれも一緒にね、10回やってみましょう。はい。肘セット90度です。それではいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。この1個前にね、背中もやってるんでね、背中の方も、効いてくる感覚があると思いますが、肩にしっかりね、効いていれば OK です。はい。それでは次いきましょう。
はい、それでは最後は胸のトレーニングになります。まあ、合掌してですね、祈っているという動きで胸を鍛えていくというものになります。はい、これ重要なことは、まず合掌します。必ず肘が上がるってことですね。この下がってる状態だと難しいんですよ。なので必ず肘が開く、そしてこの手がくっつきすぎない、ちょっと離す、これぐらいかな、これぐらいで横に上げる。はい、このまま、このままです。この手のひらとひらでグッと内側に力を入れます。グッ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 、これ思いっきり入れ続けてみてください。これだけでもここに効きますよね。はい、これをグッグッと繰り返すということです。これも早くやるというよりは一個一個しっかりと意識して効かせにいく、この感覚で、やってみてください。それでは、一緒にやっていきましょう。さあ、合掌して肘を上げます。くっつきすぎない、離す。それではいきましょう。10回です。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。どうでしょう、胸結構くると思います。はい、こんな感じでですね、今回は背中、肩、最後胸、この上半身をね、まんべんなくやれる、メニューになっているので、今ちゃんと意識をしてやったものを、みんなと一緒にね、あのペースで、結構早かったと思うんですよね。なのであのペースでね、やれるようにしてみてください。で、これをね、連チャンで背中、肩、胸ってやると、多分見終わった頃でね、結構、来てるのがわかるんじゃないかなと思います。はい、ということで、解説は以上です。まあ今こんな状況なんでね、本当に、フィジカル面、どん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 何もしないとね、低下していくと、思います。僕も、普段からそのために、私生活の中でできるトレーニングっていうのを発信しております。何か一つでもいいからやっておくことがね、本当に皆さんの、2ヶ月後、3ヶ月後の自分に絶対生きてくるんで、なのでね、この人狼体操っていうのは、そういうきっかけにできるようなものだと思います。ぜひね、人狼体操見てる方は、見てるだけじゃなくてね、家で1回でもいいから試す。で、あ、効いてるなって、1日1回でもいいから感じる。これがすごく大事になります。ね、皆さんで、ね、健康にね、乗り越えていけたらいいなと思っておりますんで、ぜひね、これからも体を動かすことを、ぜひね、一緒にやっていきましょう。ということで、解説動画は以上です。ありがとうございました。さよなら。